移動すんぜ。おい。かっこいいハンドガンやな、これ。これは、あまさんも同じ画面見てんの？いや、わかんないです。あ、アームショットある。お。弱えな。あら、ウォンテッドになってるやん。私結構、私安くない？私の値段安くない？一番安いよ。ほら、このごついおっさんが一番高い。本当だ。川崎さんも私より高いな。私一番安い。なんだと？ なんだと？舐めてもらっちゃ困る。困るな。このおっさんの賞金額高い。あ、川崎さん。何ですか？ん。お宝がいっぱいある。あ、本当だ。ああ、どうやって開けんだろぐるっと回っていくんじゃないですか。あそこにいるのはみんなサイコパスらしいう。ね。あ、敵だね。撃ちますか。そうだね。こ私、の左上に、もいるんだよね。こっちこっち。ああ。ノマド、ブルがいる。スリーカウントでやりますか。あ、バレごた、めん。バレた。撃て撃て。オープンファイヤー。ナイスやっキル。た。いっぱい来るな。下のやつもいるね。下のだなぁと。おぉ、まだいたんかやつか。ありがとう、アマさん。レベルアップ。ナイス。レベルアップした。私の方が経験値多かったんかな。まだ来る。あ、あ、痛い痛い。ちょっと、たまたまたま。やばいやばい、やられるやられる。あたたたたたたあちゃちゃあ、ちゃやちばゃい、ちゃやられる、あ、死んだ。死んだ。マジか。いたか。待っててくれ。こいつ、硬いやつか。硬いわ。いけるかな。あ、いけるいける、いけそう。いいけけそそう。う。リバイブできる。オッケー。ほら。あ、いたんか。しめ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 。ほーれい。硬いな、結構。硬いね。やべ。ああ、死んだ、また。オッケー。やった、セカンドウィンド。やーり。やれるか。減らしとく。ああ、やったのかも。ランドリー。はいはいはい。よーし。なんだこれ。イベントアイテム。暗殺指令の指定。よく聞け。お前たちには女を探してもらう。青い光。ピンチを超えた力を持アサシン。アサシンオニー。アサシンオニー。オニーはスナイフ。スナイパーで倒す。オフィーじゃないんじゃないか。おめえ、おめえ。遠藤ですよね。遠藤正直。オニー。新オニーか。新オニー。アサシンオニーと新オニーの。てか、さっきのやつは、あれかな、ハンドガンで倒せたんかな。なんかそういう、あ、オニーが来た。オニー来た。あいつ SR で倒したら、なんか、あれ、あるみたいな。ある？
プラスマークが出てる。 SR で倒すって出てる。 OK OK OK。 じゃあ SR で鬼やるわ。鬼は SR で。鬼走ってきた。どこだろう。やばい、むっちゃ食らうわ。鬼体でかいやつですね。やばい、死ぬ。マジか。鬼を SR でやる。やった、SR で。SR で。ナイスナイスナイス。甘さを蘇生。いって。やばいやばい。死ぬよ。危ないよ。いや、リバイブしますわ。大丈夫。やばい、死ぬ死ぬ。でも。誰だ。なんかむっちゃ爆発するな。手榴弾。スーサイドしろ。やばい、自爆された。大丈夫、ワープ勢。蘇生いける。ちょっと待ってね。手数料セカンド、ナイス。セカンドウィンドウで、あ、間違えた、武器拾っちゃった。引く、一旦引くぜ。なんか取ってた。なんか手榴弾投げてきましたね。ね、あれで蘇生できなかったわ。あ、サブマシだ。サブマシ使ってみよう。お、やばい、このハンドガンやばいっすよ。マジで。いらない。クリアリングして。青色ですよ。オッケーオッケー。ナイフを見つけた。ナイスライフ。あ、グレネードも置いてある。あ、やばい、川崎は次の暗殺者あれっすよ。近接で暗殺って出てマジか。諦めるか。周りを全部倒しちゃってさ。倒してからタコ殴りしますか、じゃあ。強いんだよね、敵が。油断したらあっという間に溶かされるな。金だ金だ。いる？いる？ない。あ、来た。やべ、来た。はい、出た。SR だ。ほら、くらえ。ほら、くらえ。ほら。ナイス、ナイス、ナイス。もうヘイヘイと呼んでくれ。あ、武器箱じゃね、これ。なんだと。あ、ゴミじゃないか。あ、このアサルトいいな。アサルトはアマさんのものだ。あ、でも弱いか、私の。うん、ゴミアサルトだな。いりますか、これ。いらない。ステオケイ。欲しかったらどうぞ、アサルト。いらない。大丈夫。オープンファイヤー。オープンファイヤー。ちょっとどれが暗殺者かちょっとよく見ながら。わかんねえ。そうだね。ヘッショット。やべ、スーサイドサイコっていうのやつがあれだな、殉教してくれるやつだ。殉教やばいっすね。スーサイドサイコってやつがやばい。サイコパスね。あれも違うわ。やべ、硬いやつ来た。おらおらおら、ナイスナイス。生身に効く、生身に効くぞ、それは。やばい、来た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 。痛い痛い痛い。ナイスキル、ナイスキル、ナイスキル。
痛い痛い痛い、逃げれなかった、なんか知らんけどバックできなかった。おいし、出来や。やべえ、スイサイド最高だった。うわ、自爆された。シールド全ハゲした。危な。やばいな、回復アイテムが欲しいな。これ武器箱じゃね？武器じゃないか。弾薬か。あ、回復。サイコだな。普通のサイコだ。これとも普通のサイコだ。うん。ちょっとよく見てから撃つっていうね。あ、アムさん、ライフあるよ。ライフ。あー、取っちった。アイスイセット。いいのか。いや、わかんない。わかんないですね。ライフは。ライフダメっぽいよ。ナイス。ナイスですね。あれダメだ、当たらない。あ、当たらない。ゴミエイムだ。顔出せ。頭出せ。よっかい、ナイス。まさかそこ、通路にライフあるよ。ここ。ここ。あ、了解。取った。来た。探偵も来た。やべえ、こいつだ。こいつだよ。アサシン、ナイフ、ナイフ。やべ、ナイフ。やべ、ていうか死ぬ、ていうか死ぬ。下がって、下がって。これ、盾持ちをやるんだ。盾持ちやった。やべ、ナイス。リバイブ行くよ。私、やべ、私、死ぬ、死ぬ、死ぬ、あー。やべー。殺せ、殺せ。もう殺すしかないか。殺すしかないのか。我々がゲームオーバーならないのはこいつを殺すことしかない。あ、やべえ、ダメだった、死んだ。そう、ゲームオーバーになるのか。あー、くそー。そう、ああいう時はあれっすね、もう生き残ればいいな、どっちかが。嘘、マジで。マジで怖えな、それ。子孫残せないって言われましたよ。マジか。ショッキング。子孫残す相手いねえからいいだ。なんて寂しいこと言うね。まあ、川崎さんはロボットやしね。おい。いや、格闘でしばきましょうよ、あの野郎。そうだね。いや、火炎瓶が強すぎるんだよな。シールドハイで、うん、そうだね。SR で剥ぎますわ。いいですか？オッケーオッケーオッケー。オッケー。あ、ブレッシングするんだろ。オッケー。いけいけ、投げ、投げ、タコ殴り、タコ殴り。いけいけ、いけいけ。いけいけ。ダメだ、すげえ勝て。決闘、決闘って何？なんで誰と決闘？川崎さんと決闘？川崎さんと決闘して、なんでだよ、なんでだよ、やってねえよ。やってないよ。なんでやねん。おかしいだろ。おかしいだろ。しかも今負けたよね。負けましたね。なんでだよ。どうしたんだよ。忙しい時に何やってんの。負けたし。てか目の前の敵を前にして決闘してる場合じゃないだ。お前に決闘を申し込む今それどころじゃねえ。バカじゃねえ。しかも倒しちゃったしな。死にそうだわ。ライフくれ、ライフ。やばい、ツボだな。負けたしよ。なんかライフあった。いろいろ。取っちゃってもう全部。どっちも取っていい？はい、フルです。
あ、払いて。あ、武器ボックスだよ。ほんとだ。おー、あ、微妙だね。108の価値があるハンドガンがある。いや、精度下がるのはもういらないな。ああ。私もハンドガンこれすげえなるからな。聞くとか。おお。あれ爆発するんだよね。パレット。その調子でタレットって言いましたよ、私のキャラ。やばい。一応ショットガンに変えとくよ、次の敵。はい。アサシンって書いてあったらターゲットだ。やばいやばい。違うな。あっつ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 あっ、熱そうだ、怖すぎる。まだいるよ、最後ノマドだ。勝てね。右は大丈夫。やばい、左左でじゃあ、オッケー。あ、シュート剥げた。下がる。とりあえずやり。すげえタレット。これやり。ナイスキル。よし、あ、ボス出た。ボス出てきたな。ボスか。でかいんかな。ああ、やべ、動き早い。あの、あいつら、あいつらやんないと。盾倒そう、盾。ナイス、ナイス。え、オッケーオッケーオッケー。今の川崎さんじゃなかったな。マジ？私のあれか、ハンドグレネードが。多分。お前をやる。ショットガン持ちます。やべや、死ぬ。ショットガン持ってます。隠れる。いや、てかもっと減らさないとダメだ。もっと減らしてとどめよ。とどめよ。ちょっと待って。痛い。3、どこにいる。やばい、熱い。うわ、こいつ来たよ。こいつ来たよって言ったけど、アマさんだった。敵じゃなかった。ごめん、敵が3かぶって突攻してきたもん。やべえ、弾切れだ。アマさんだった。あ、もういいや。やばいな。いけるか。オッケーオッケーオッケー、ナイス。オッケー、やった。いけた。オッケーオッケーオッケー。よーし、あぶねー。あ、武器2つ、3つ出たか。ピースメーカー。そんな出ました。うん。このハンドガン。いやー、でもダール製か。あ、いらね。相当強いなー。あ、いらねえな。ゴミです。あ、これだ。あ、暗殺者完了？ようやく。完了だね、今ので。結構多かったっすね。3体、4体ぐらいいた？うわぁ、ここだ。オッケー。
なんか武器、いや、これがだいぶ弱いな、感じだな。あ、払い戻しはできないかい？この銃壊れてるぞ。そんなはずは。そうだ。壊れてなんて言いやせん。なぜ？ひでえ。なぜ俺を？怖えなこの店。レッツジェノサイド、なんてこと言うんだ。ファイヤー編、ただの弾より燃え弾で敵を撃った方が楽しいに決まっている。よーし、承諾。毎度どうも。クリムゾンレイダーズに入ろうってんなら、エレメンタル武器に慣れとくべきでは？実は、ピッカピカのマリマン製エレメンタル武器が入りましてね。強いんですけど。よかったら、試し撃ちを手伝ってくれませんか？それじゃ、射撃場の方へ。まずは、ファイヤー系から行きましょうか。なんか、手伝いって言ってますね。射撃場に行く。おうおうおう。ファイヤー系の武器は、生身の肉体には有効ですが、仕事には何の役にも立ちません。いや、明らかに、バンディット明らかに敵を捕らえて。いや、しまってください。炎と肉ってのは強烈なコンビネーションですな。いいですね。私のファイヤーですからね。王さんのファイヤー。王さんのファイヤー、はい。すごい火力だ。今ので報酬もらえるのか。すごい、すごいな、このサイドミッション。あ、ショック系。このハイペリオンの犬と来たら、シールドがある程度で安全だと思って。朝ショック系持ってますね。ショック系。これかな。シールドが炎を防ぐの見ましたが、シールドをぶち抜くにはショック系武器が必要です。違うな。これはね、私じゃないね。ショック系はないかもしれない。ないか。どれがショック系か分からんの。属性ですもんね。あ、これ？あ、持ってる。持ってる。持ってるとね、依頼を受けた時に手に入れたって出てたんだよね。持ってると思う。てかこれあれ、親父がくれたんじゃない？このハンドガン持ってなかったよこんな。あ、そう。シールドなんて、うん、なぜ私にくれないんだった。ショック系はシールド生きころって言ってましたね。うん、シールド剥がすのには、ね、次はコロッシブ系。それからそう、装甲です。おじさんはくれるの。このロボットみたく装甲を帯びた敵は高いダメージ耐性を持ちます。そんな時はコロッシブ系の武器です。あ、まだこれさっきと同じハンドガン撃ちますよ。はい。の装甲に3が穴を開けるとこを見ましたか。コロッシブ系武器ってのは最高です。よし、次はこのハンドガン持ってたら自動的に変わるみたいだな。今度はスラグ武器のテストをしましょう。スラグ系武器はちょいと複雑です。敵をスラグ化するとスラグ系以外のダメージがぐんと大きくなるんです。へえ。やってみてください。はい。スラグ化すればこっちのもんだ。あとは簡単にとどめが刺せますよ。武器を変えて再度攻撃してみてください。スラグ化して。うん。さすがですね。武器の扱いが覚えたし、これでいつでもジャックを。終わっちゃったぞ。ちょっと属性ちゃんと覚えてなかったな。エレメンタル武器が欲しくなったらちょっとお金を出しておなじみの武器商人から買えばいいんです。炎が生身で特にないんです。また後でなら。忘れちゃったな。そうだね、炎が生身でなんかショック系はシールド剥がせる。なんか溶かすやつありましたよね。うん。